秋篠宮様とのりこ日は、日常会話をほとんど交わされない、苛立ちは、宮邸の職員へのご指導にも、皆さん、こんにちは、チャンネルをご覧いただき、ありがとうございます。この動画に対して、いいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。今回取り上げるニュースはこちらです。コロナ禍で、3年越しの延期を余儀なくされていた行事が、このほど、実現の運びとなった、一昨年秋に、 縦講師の礼を終えた秋篠宮さまが4月下旬に伊勢神宮を参拝されることが決まったのだ。が、甲妻王子。講師家ではまたも不協和音、懸念が生じているといい、秋篠宮さまが皇位継承順位1位であることを内外に宣明する縦講師の礼が執り行われたのは2020年11月。それからおよそ1年半を経てようやく、 関連行事の実施が決まった次第である縦講師の例を終えた報告をなさる伊勢神宮ご参拝は本来であれば儀式から間を置かずに行われるはずでしたとは、宮内庁担当記者コロナ感染拡大で長らく伸び伸びになってきたのだが3月25日、秋篠宮家をお支えする側近トップである梶隆寺公私職大夫の会見がありましたそこでは感染症の専門家の意見も聞いた上で このタイミングであれば、予防を徹底することで、お出ましが可能だと判断した、とのことでした。初日は、480キロを自動車で移動。日程は、4月20日から23日の3泊4日。秋篠宮さまとのりこは、伊勢神宮をはじめ、奈良県梶原市にある神武天皇陵、そして、京都の明治天皇陵や公明天皇陵を参拝されるご予定で、最終日の23日は、 大阪空港から飛行機でのご帰郷となりますが、その他はすべて自動車によるご移動となります。公私職台風によれば感染予防対策として、駅頭や沿道などに人が集まらない工夫を施したといい、これを徹底するため、初日は東京から伊勢まで計480キロを車で移動されることになったというのです。到着後、ご夫妻は、 内空の安在所にお泊まりになり、翌日に神宮ご参拝。その後は奈良へと向かわれ、三日目のお泊まりは、京都の大宮御所となっています。間違いなく異例、東京から名古屋までは、距離にしておよそ350キロ、移動だけで約4時間かかるという、名古屋駅に直結した高級ホテルでの休憩を挟んだ後、さらに伊勢まで130キロ、2時間ほど走る。初日は、 移動のみで終わるというのだ。皇族方が車で移動なさる場合は原則として大体3時間までの距離が慣例であり、それ以上だと飛行機や新幹線を使います。今回の6時間は間違いなく異例ではある。台風はご負担も大きいとは思うが不可能な距離ではないと高速道を優先して走り、また途中で十分な休憩をとる点を強調していました。 合わせて、お出まし直前に、秋篠宮ご夫妻と追行する全職員に、p c r 検査を行い、陽性に備えて、予備要員も待機させるという、対策、も明かしたのです。ちなみに、二日目以降の工程では、伊勢から奈良がおよそ160キロ、奈良から京都、京都から、伊丹空港が、それぞれ80、65キロというから、壮大なお出ましである、世間通りが空回り、感染拡大防止のためとはいえ、 空前の強行軍には、いささか驚かされるところで、猿ク内庁関係者は、今回のプライは、他ならぬ秋篠宮殿下ご自身のご提案だと伺っています。殿下は日頃から、コロナウイルスの感染動向に、強いご関心を持たれており、いかに、ご訪問先で密集を避けるかに、お心を砕かれていました、としながらも、ただし、 殿下が良かれとお考えになった案でも、本活に進むとは限りません。かえって、周囲の負担を増やしてしまいかねないケースもまた、見受けられるのです。端的な例として、19年6月のポーランドとフィンランドご訪問が挙げられる、五代代わりに伴い、公使となられた秋篠宮様はこの時、政府専用機ではなく、従来と同じく、一般乗客を乗せた民間機を用いられた。これについては、 ご出発前の会見で、市民生活に不都合が生じるのは避けたい、とも述べられていたのだが、相手国は、後位継承順位1位のクラウンプリンスとして偶します。陛下が、皇太子時代に政府専用機に乗られていたことを考えれば、外交儀礼上の懸念も生じかねません。事実、このご訪問中の旅程では、二度にわたって、飛行機の到着が遅れ、 相手国を待たせる事態が生じています。さらに続けて、これに限らず、殿下は、皇室のしきたりを最重要とは位置づけず、民意に照らして臨機応変に、といったお考えが伺えます。4年前のお誕生日会見で、大上祭に関して、身の丈にあった儀式に、と、発言なさったのは、記憶に新しいところ、ご自身は、世情に通じている、との自負が終わりで、それゆえ、 国民に負担をかけないようにとお考えなのでしょうが、それはしばしば空回りし、不都合な事態を招いてしまうのです。これまでも複数回の交通トラブルが実際に、今回、秋篠宮ご夫妻のご参拝予定を報じたニュースサイトのコメント欄には、以下のような書き込みが見られた時は、サービスエリアを封鎖するのでしょうか。何かしら高速道路利用者に制限をかけることを考えると、 新幹線か飛行機をご利用された方がよろしいのではガソリンが高騰している時に東京から三重までお車で移動なさるとは大勢が集まる駅経由で行くと心ない言葉が飛んでくるかもしれないですしね沿道に多くの人が集まるのを避けるため取り越し苦労だと思いますけど再び先の記者によれば台風は会見で空港と鉄道駅との違いについて空港には いろいろな動線が混じったエリアがあるが、そうした場所は、できるだけお使いにならないようにするので、搭乗も降りる際も、一方通行で済む、ターミナル駅とは状況が異なる、などと述べていました。が、公共交通機関と車の移動とでは、遂行する職員にかかる負荷は比べ物になりません。道中、運転手は休憩で交代するとはいえ、万が一にもアクシデントを招かぬよう、 最新の注意ををってハンドルを握るその重圧たるや計り知れず、現に状況が異なるものの、これまで、秋篠宮家では、交通トラブルが複数回起きているのだ。16年11月、登山に向かわれる、紀子さまと久人さまが乗車されていたワゴン車が、渋滞の中央自動車道で、前の車に追突する事故を起こしました。事故後、秋篠宮家では、 衝突を防ぐ自動ブレーキ機能を搭載した車両を2台導入したのですが、その翌年4月には丸の内の勤務先から宮邸に戻る途中だったマコさんの乗った乗用車が運転手の不注意で右折の際に中央分離帯に接触。右後輪がパンクする事故も起きています。職員へのご指導は今回もまたひたすら交通安全を記念する他ないのだが、実は さらなる懸念が生じていると明かすのは、秋篠宮家の事情を知る関係者である、両殿下は、現在、ご公務に関する打ち合わせはともかく、日常会話は、ほとんど交わされない状態です。とのことで、もっぱら、秘殿下が、殿下に対するご不満をうっせきなさっていると、拝察いたします。やはり、ま子さんと小室圭さんとの結婚が尾を引いており、殿下が、会見などで、結婚に、 否定的な発言をなさったにもかかわらず、結局は、誰も二人を止められませんでした。発言のせいで、事態は悪化した。秘伝家は、そう捉えておられるご様子なのです。そうした、苛立ちは、しばしば、宮邸の職員にも向けられるという、職員が、仕事の報告などで、秘伝家にお伺いを立てるときなど、どのようにご説明申し上げても、なかなか納得なさらず、 ここはこうしてと言ったでしょう。などと、あたかも言いまかすかのように、早口でご指導なさっています。これまで、会見やスピーチなどで見せてこられた、上皇后様を彷彿させるゆったりしたお話ぶりとは、まるで別人のように見受けられます。お出ましの際の乗り子ひは、宮邸とは全く異なる振る舞いをなさるため、伊勢でも、すつがなくお務めを果たされるに違いない。 が、冷え切った関係かのように、お言葉を交わさない両殿下が、ほぼ半日も、同じ車内でご一緒されるわけです。運転手も、いたたまれない空気になるのでは、一体何が起きてしまうのだろうかと、不安を禁じ得ません。本日も、最後まで動画を見ていただき、ありがとうございました。また、皆さんに感じたこと意見などをコメントしていっていただけたら嬉しいです。もしよろしければ、評価などもお願いします。では、 次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。